こんにちは。今日はウクライナ情勢とロシアの情勢についてお伝えします。今日は動画全編自動音声で作らせていただきます。ご了承ください。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ軍、クリミア半島に一時上陸か。目的は達成された。ウクライナの公共放送ススピリーネなどによると、ウクライナ国防省情報総局の輸送報道官は24日、同局の部隊が海軍と共同でクリミア半島に上陸し、特別作戦を行ったと述べた。同局は兵士が暗闇の中で銃を連射する映像を公開。ロシアの一部メディアも、同半島西端のタルハントト岬付近で戦闘行為があったとしている。輸送士は、目的は達成された、特別作戦は続いている、我々は全ての詳細は明らかにしない、と述べた。 SNS テレグラム上の地元の情報チャンネル、クリミアの現実は、タルハントト岬近くで同日午前5時ごろ爆発音が響いたと伝えた。岬にはロシア空軍の通信技術部隊基地や防空システムのレーダー拠点があるという。別のロシアの情報チャンネルは、ウクライナ兵らは10人ほどで間もなく岬からボートで去ったとしている。ウクライナ特殊部隊、ロシア占領のクリミアに上陸し交戦。当局発表、ウクライナ国防省情報総局は24日、同国の特殊部隊がロシアに占領されている南部クリミアの海岸に上陸したと発表した。情報総局によると、海軍と共同で特別作戦を実行。上陸場所は西部の海岸で、オレニフカと麻薬の集落の近くという。麻薬にはロシア軍の通信技術部隊が駐留し、高度なレーダーシステムが置かれているとされている。情報総局は、特別作戦の実行中に占領軍の部隊と交戦した。その結果、敵は人的損害を被り、敵の装備も破壊されたと説明した。上陸している間、特殊部隊はウクライナの国旗を掲げたという。情報総局はまた、特別作戦を映したものとする複数の映像も公開。その中には、特殊部隊の膨張式ボートからロシア軍の戦闘機に向けて対空ミサイルが発射されている様子が映っている。ロシアのソーシャルメディアの非公式アカウントは、24日の夜明け前にクリミア最西端のタルハントト岬にあるキャンプ地付近で発砲があったと伝えた。あるチャンネルによると、最初の発砲は午前4時前だったという。ロシアの著名な軍事ブログワーゴンゾは、情報筋によると、ウクライナの工作偵察グループがタルハントト岬周辺に上陸し、海岸にあるキャンプを攻撃してオデーサ方面に逃げたと伝えた。このように報道されております。クリミア半島の西端のタルハントト岬は、ウクライナ南部オデーサから直線距離で約 170km ほどです。この距離をウクライナ国防省情報総局の部隊と海軍部隊が共同で移動し上陸したことになります。タルハントト岬にはロシア空軍の通信技術部隊基地や防空システムのレーダー拠点があるとされます。また23日にはクリミア半島の西部タルハントト岬近くのオレニフカ村付近にあったロシアの最新鋭地対空ミサイルシステム S-400 が破壊され、大爆発が起きる様子が報道されておりました。 S-400 は同時多目標光線能力を持つ超長距離地対空ミサイルシステムで、約 400km 先の空中目標の迎撃を想定しているとされます。このシステムが破壊されたということは、クリミアのロシア軍の防空能力は大きく低下している可能性が考えられます。23日にクリミア半島の西部タルハントト岬近くの S-400 が破壊され、大爆発が起きた件と今回のウクライナの部隊上陸が関係しているかどうかは分かりません。しかし、クリミアのロシア占領軍にとって非常に重要なタルハントト岬近くの拠点に、ウクライナ情報総局と海軍の部隊が上陸し何らかの工作活動を行った可能性があるというのは、重大な出来事に見えます。ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記は22日、ロシアが併合した南部クリミア半島について、ロシア軍が撤退を考えないのであれば軍事的に奪還することになると主張しておりました。その後 S-400 の爆発や今回ウクライナの部隊の上陸の報道などが出ていることを鑑みますと、これら一連の事柄はウクライナ軍によるクリミア半島への大規模攻撃の布石となる可能性があります。クリミア半島にウクライナ軍の部隊が上陸し工作活動を行ったり、ウクライナのドローンなどがクリミアのロシア軍の拠点などを攻撃することが同時並行的に進み常態化するということがありますと、クリミア情勢に大きな影響をもたらす可能性があります。こうした中、ロシアの情勢について次のような報道があります。裏切り者の末路見せつけたプーチン氏、ワグネル戦闘員反発、報復の可能性も。ロシア非常事態省は23日、モスクワ北西のトベリ州で自家用ジェット機が墜落し、乗員3人と乗客7人の全10人が死亡したと発表した。ロイター通信によると、
ロシア航空当局は6月に反乱を起こしたロシア民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏が搭乗していたとしている。ワグネルに近いグループは SNS にプリゴジン氏は死亡したと投稿した。プリゴジン氏の生存が絶望的になったことでロシアのプーチン大統領は裏切り者の末路をロシア国内の批判勢力に見せつける形となった。ベラルーシに滞在しているワグネル戦闘員は反発しており、ロシアの国内情勢が再び緊迫化する可能性がある。ロシア通信によると、プーチン氏は23日深夜、訪問先のロシア西部クルスクからモスクワに戻った。ロシア大統領府でジェット機墜落への対応を協議するためだったとみられる。プーチン政権はプリゴジン氏による6月の反乱以降、批判勢力の排除を進めていた。7月下旬にはロシア軍指導部やプーチン政権を SNS で繰り返し批判していたイーゴリ・ギルキン、ストレルコフ氏を拘束した。ロシアでは来年3月に大統領選を控える中で、プーチン体制への反発を容認しない姿勢を強めた。ワグネルが創設以来、主要な活動拠点としてきたアフリカや中東ではロシア国防省や傘下の民間軍事会社の活動が活発化しており、ワグネルの事業と利権をプーチン政権が掌握するとみられている。ロシア国防省は22日、国防次官率いるロシアの代表団がリビアを初めて公式訪問したと発表した。ただ、ワグネル戦闘員の一部からは、プーチン政権に報復するため、モスクワへの正義の行進を求める声が SNS で拡散している。出身地のロシア西部サンクトペテルブルクでは、プリゴジン氏の偉業を称える動きが出始めている。飛行機墜落はプリゴジン氏、暗殺計画。アメリカ、ウォールストリートジャーナル。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が乗っていたとみられる飛行機の墜落は暗殺計画の一環だったとアメリカメディアが伝えました。ウォールストリートジャーナルは24日複数のアメリカ政府当局者の話としてプリゴジン氏を暗殺するために機内で爆弾が爆発したり何らかの破壊工作によって飛行機が墜落した可能性があると伝えています。アメリカ国防総省ライダー報道官初期段階の分析としてはプリゴジン氏は殺された可能性が高い。我々は状況の分析を続けている。国防総省のライダー報道官は24日、飛行機が地対空ミサイルで撃墜されたとの見方については、不正確だと否定しています。アメリカのシンクタンク、戦争研究所は、プリゴジン氏が暗殺されたとの見方を示した上で、プーチン大統領が命じたのはほぼ確実だと指摘しました。このように報道されております。もし今回の件を、プーチン大統領が命令したのだとしますと、プーチン政権は逆に自らの政権の立場を危うくしたようにすら見えます。理由は4点あります。1、ワグネル戦闘員の一部からは、プーチン政権に報復するため、モスクワへの正義の行進を求める声が SNS で拡散していると報道されていることは注目されます。これはプーチン政権にとって軽視できない情勢だと思います。プリゴジン氏に忠誠心を持ったワグネル戦闘員は実力行使をできる能力を持っており、今回の件が第二のプリゴジンの乱につながる可能性は否定できないように見えます。2、出身地のロシア西部サンクトペテルブルクでは、プリゴジン氏の偉業を称える動きが出始めていると報道されていることから、プリゴジン氏がある種伝説、神格化され、プリゴジン支持派が逆に増える可能性。こうしたプリゴジン支持派が増えることが、ある種の反プーチン政権での動きにつながっていく可能性。3、ワグネルの台頭を注視してきた元アメリカ政府高官は、アフリカやその他の地域で別々に設立されたにもかかわらず協調して活動する多くの組織が、プリゴジン氏の指導力なくして、そしておそらくは同志への恐怖心なくして、ネットワークとして機能し続けるのかどうかだと指摘。アフリカでのワグネルの影響力、存在力の裏には、プリゴジン氏個人の力が非常に重要な役割を果たしているとみられています。ワグネルと結びつきのある企業がアフリカ諸国の各政権と結んだ取引の多くは非公式なもので、密輸や不正送金といった手段に依存し、交渉はプリゴジン氏自身が行っていたと西側諸国やアラブ諸国、アフリカの当局者はそう話しています。今回プリゴジン氏が死亡したとみられると報道されていることで、ワグネルの、つまりはロシアプーチン政権のアフリカでの影響力低下は避けられないと考えられます。4、7月に開催されたロシア・アフリカ首脳会議で、食糧危機を懸念するアフリカ各国首脳はロシアに穀物輸出合意への復帰を求めました。さらに南アフリカのヨハネスブルクで22日に始まったブリックス首脳会議に、ロシアのプーチン大統領はウクライナ侵攻をめぐる戦争犯罪で ICC 国際刑事裁判所から逮捕状が出ているため訪問を見送り、オンラインで参加しました。
穀物合意をめぐり、アフリカ各国とロシア、プーチン政権との間に隙間風が吹く中、さらにプーチン政権はブリックス内での影響力低下に直面しているようにすら見えます。こうした中、もしプーチン政権がプリゴジン氏暗殺を行ったのだとしますと、プーチン政権はアフリカとの関係を修復できる人物を自ら失い、外交的孤立をより深めているようにすら見えます。プーチン政権の対応は目先の対応ということに終始しているように見え、中長期的視点からロシアの国益ということを考える内政外交政策を行えていないように見えます。プーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵略は、結局プーチン政権自らがロシアという国の存立基盤、将来を困難な方向へ導いているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。